こんばんは、平井弘明です。やっぱりレッスンに行ってですね、やっぱいい結果を残したい方ってやっぱ多いと思うんですよね。でそのレッスンに行く理由っていうのが、やっぱ自分で自分のスイングをやっぱこう分かる方、理解できる方ってやっぱ少ないと思うんです。それプロの中でも難しいことなんで、やっぱこうレッスンに行って第三者の目で自分のスイングを見てもらった方が、より確実な結果とかですね、動きっていうのを解析ですかしてくれると思うんで、レッスンに行くと思うんですけども、例えばね、一番良くないのは平井弘明のワンナップゴルフ。レッスンに来ましたって言ってどうっていうのはもう一切レッスンにはならないんで、何がどうしたくて、例えばどんなミスが出るから直したいとかでもいいんですよ。自分に意思がなかったらレッスンは成立しないので、ただ来てどうって、それただの自慢ですよ。いいも悪いも、そう、それはレッスンじゃないんで、結局インストラクター側っていうのはいいところは直したくないんですよ。例えば気にしてるところと気にしてない、直してほしくないところってあると思うんですけど、気にしてるところっていうのは直したいところで、それを見抜いたり悪さをしてるのを見つけてやるのはいいんですけども、でもそれがご本人が気に入ってることだとします。悪くてもそういうものってフィーリングなんで、あんまりこう直したくはないですよね。何でもかんでもレッスンに来たから全部直すってわけではないので、その辺のこの何だろう、いい悪いの判断っていうのはご本人がちゃんと理解を、自分のスイングですね、理解をしてないとなかなか成立しないことっていうのはゴルフレッスンでは多いです。あといろいろ今スイングの動きをやってて当たんないですって言って、それを当たるようにしてほしいっていう方ってもちろんいます。でそれを当たるようにして自分でなんで当たるんだろうって思った方は少なからず俺いると思うんだよね。なんでかっていうと、自分のレベルよりも上のことをやってるんですよ。要は自分で自分のナイスを理解できないことをやってるんで、それはだから長続きしないですよね。すぐダメになっちゃう。それはもう目に見えてることなんで、絶対自分のなんでナイスショットが出たかって分かることって自分の技量内のことなんですよ。そうだからナイスショット出させることはできるんですよ、そのスイングで。今までのレッスンでも何人もいる。だけどいざ帰って打てなくなっちゃったとか、なんであの時ナイスショット打てたんだろうって理解ができない方っていうのは自分のレベルじゃない、やってることが。なるほどね。うん、これはもう間違いない。それはそうかもしれないね、うん、自分で理解ができてないんだから、そこまで行っちゃったら、うんうんうん、でも自分のレベルがここで、ここを取り組んでると、うん、当たんない当たんないってこの関係性をずっとキープしてるじゃない、うん、でも当てたいじゃない、うん、同じレベルに到達したい、うん、でも自分のレベルがここだったら、ここに行っちゃったらもう未知の世界だから、それはもう、そうだね、ナイスショットが何で出てるかはもう絶対理解できない。もちろんそこをずっと打ち続けて求めて求めて求めて、ずっと頭の中を上まで行かせることももちろん大事なんだけど、うん、ナイスショットが出た時の一瞬の出来事ね、理解できない理由っていうのはそういう理由が多い、うん、だからちゃんとできることっていうのを地道にやってあげた方がいいね。ちゃんと打てるようになれば、そう、自分より次の段階のことにも取り組めんだもんね、うん、そうそうなの。飛び級しちゃってるかも全然分かんないんでしょ。そう、調子崩す、当たらない、とにかくナイスボールが出ない時に何をするか、大体、うん、みんな足し算するでしょ。あ、絶対引き算だから。ああ、そうなんだ。あ、もう 100% 引き算だから、余計なことをやってるんだから、引かないとね、うん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 、みんな足すから。 YouTube 足すでしょ、 YouTube 足す、うん、でレッスン足すでしょ、足す、うん、で自分の思考を足すでしょ、うん、そう、大体それでもう詰まっちゃって打てないんだから、余計、そうなん、上達しない、しない、しない、そうだね、うん、絶対しない、まず引かないと。始めたての方はどうすればいいの、ここ来ました、レッスン来ました、うん、教えてってなると思うんだよね、うんうん、まだ分かんないで、課題も何も、うん、本当に始めたばかりの方がレッスンに来られた方はいないんだけど、うん、付き添いで来られた方、この本当先週よ、うん、ボクシングやってた方 の、うんうんうん、あのお連れ様、へ、女性の方で、うん、もう僕のレッスンいいんで、うん、ちょっと見てあげてくださいって言われて、うん、まあ、ちょっと、まあ、見たんでね、うん、まあ、そんな何十分も見てないけど、うん、もう本当チラッとね、うん、見た時に本当初めて打った、うん、こうやって打てたからね、グリップを
グリップの握り方、持ち方と、あと振り方まではいかないけど、まあ多少の振り方を伝えて、でそのできることだけでやってもらった。そうだから、できるスピード、できる大きさ、そう、そこがまずポイントなのね。で例えば本当に始めた方がここまで触れるわけがないのね、でも初めてやって、おいやれよって言われたら、ここまで踏んだよって言われたらここまでやるでしょ、だから当たるわけないのよ。そんな教え方なんかないからね、ありえないから。当たんないんだったらこっからここにしてよって。そうだね、そう、そっから始まるから。そうね、なんだろう、教えるにもやっぱり教え方ってもちろんあるんだけど、何が正しいかないんだけど、いきなり理想をぶつけて初心者にね、できた人多分いないと思うんだよね。そりゃそうだね。そうで、ゴルフはこうやってやるんだよって教えたい気持ちも分かる、分かるけど、まずは違うでしょって、その男性の方は普通にうまいんだよ、普通に打てるのだけど、その方はすごくそういうとこ分かってらっしゃって、た確かに学校の先生かなんかやってるかなんか、先生かなんかやってるとか言ったんだけど、で僕が教えちゃうと変な癖がついちゃったらあれだからって言って、教えられるのに教えなかったの。そうだから、そういうところもその男性の方はもう、要は分かってるというか、変にこう教えないというか、女性の方、男性のクラブで打ったんだけど、めちゃくちゃ重いクラブね、でも普通にアプローチ打てたからね、そうだから、そのアプローチからでいいの、いきなりブシュって想像してたらやっぱダメだから、ほんのちっちゃいゲームアプローチからやってあげた方がいいし、それはすごくあって、でこれちょっとサロン級になっちゃうかもしれないんだけど、あるインドア、有名なインドアね、グループ系の3ヶ月通って一切上手くならなかった人が来た。そうなんだ。昨日。高いでしょ。高い。3ヶ月で60だ。これ切り抜こうか、じゃあ切り抜いてサロンに、でその教え方、3ヶ月もその人通って一切変わらない、進歩がなくて、お金払って60万ね、払って、俺多分ね、多分ワンナップだったら2000万取れる。だって30分で変わっちゃったんだよ。あ、そっか、やばくない、やばい。ワンナップが俺がじゃないの、やばいの。じゃあワンナップも値上げです。値上げだよ。今2時間平日1万8000円の土日2万円でしょ。だ18万の20万にするから、しましょう。全然いい、だって打てるようになんだから、くれば間違いない。値上げです。本当ですよ。残念なお知らせです、皆さん。申し訳ございません。もうトール君は優しいんで据え置きとさせていただきます。今のところはですよ。そう、分かんないですけどね。そうで、その内容を聞いたの、したら、俺が指摘したこと一個も当てはまんなかったって、言われたことないって、全部初めてなことって言われたって、俺が言ったこと。これ普通でしょ、アイアンの向き、その人こうやって構えてたの。なんで、そう、なんででしょ。で元からなんだって。3ヶ月間言われなかったってよ。ああ、そういうこと。どこ見てんのって。だって右向いてたら、開いてたら右に行くに決まってる。そう、右飛ぶ、で飛ばないって言ってんだよ。ここに目ついてたのかなと思って。そうだね。それで60万ってさ、楽じゃない。楽、やろうか、やろう、ね、やろう。こうやってやれって言ったの。やばくない、やばい、やばくない。60万払ってるから。なるほどね。60万級ね、これ。そう60万払わないと教えてもらえないから、それ。飛び上がっちゃった。こうやってやんの。そう、60万だよ、それ。60万、それは。ワンナップは60万かかんないから、それやれって言わないじゃん。60万取ってないから教えないんでしょ、それ。本当はやんなきゃいけないのに。そうだよ。そうだよ。そうだよ。俺多分ね、本当
1億円でも言わない。だってやんないでしょ、そんなのは。そもそもね、いくら上がったって、もうだってさ、当たんねんだから。そんなよくわかんないね、それ。聞いたことある、そんなの。アメリカ PGA の300ヤード以上の方ね。あ、そんなのあんだ。そうだ、ダスティン・ジョンソンとかジョン・ラームとかやるやつなの。そうだから、それぐらいにの体とヘッドスピードになってからは全然いいですよ。うん、だからもしかしたらそののところは、うん、これもあるから。ああ、それでそういうインストラクター、もしかしたらジョン・ラームが言ってたかもしれない。そうだね、じゃあしょうがない。そう、それだったらいいでしょ。しょうがない、60万払うか。じゃあジョン・ラームに教えてもらえるんだったら600万でもいいよね。そうだね、本当に。俺本当冗談かと思ったもん、聞いた時。3ヶ月間言われないんだよ、アドレスが。うん、俺本気でその方に言ったんだけど、うんうんうん、ベルトのバックルにグリップエンドが本当に当たっちゃうんじゃないかって思ったの。そんな近いの。これぐらいだった。これを言われないんだよ、俺は。やばいと思った。そうなんだ。でも逆を言えば60万だったからそれだったかもしれない。そうやって教えてくれたのかもしれない。そうか、うん、1万8000円じゃそこまで言わなかったの。もっと遠く立てって言われたかもしれない。言われるかもしれない。そっか、実際そう、実際ワンナップでは遠くって言われたから、うん、やっぱ1万8000円じゃそんなこと言えないんだよ。そうだよね、うん、もったいぶってるから。そうでしょ、だからあの1センチしか変えてくんないでしょ、ボールの位置を。そう1万8000円じゃ1センチです。もしかしたら10万払ったら5センチぐらい動かしてくれるかもしれない。それこそぶっ壊れる。当たんなくなる、逆に動かしすぎて。そう、何ボールの位置であれなの、金額に応じてこう比例して動かす。そう、幅が。そう、1万8000円は1センチまで。まで、うん、1ミリから1センチまで。怒られる、こんな動画撮ったら。本当に、うん、本当に最初、うん、これぐらいだったら本当に、ね、5センチぐらいしかなかったの、差が、うん、こうやって、うん、で膝が伸びてた、うん、このアドレスから、うん、このアドレスになったの。こっちの方がいいね。両方写真撮って比べたの。うん、なんて。したら、うん、上級者と初心者ですねって言ってた。いや、そうだよねって。そうだね。そうですよねって。うん、もうさ、あのいいよ別にこれで内緒って出んのはいいよ、うん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 。出てないでしょって。変えなきゃね。そう。だからその方は別に悪くないと思うんだよね。で何を見てんだって、うん、いや本気で信じられなかった、それは。で8番で130しかいかないって言ってた、うん、で最初ずっとふわふわふわってずっと言ってるわけよ、うん、であれが出るんです、あれが出るんです、うん、あれが正解ですよってこうやってこうやって構えてんだから。あ、そうだよね。そう、あれが出なきゃおかしいっつったの。ああ、そうか、うん、あれがまっすぐ行ったらこうやってるよって。そうだよね、ああよかったね、変なことしてなくて。そうなのよ、シンプルでよかった、その人のスイング、ね、だあれを今からすぐ直しますからっつって。30分かかったかかんないかだよね。何だから、そっか、遠くに立ってフェイスアングルを直しただけで、その理由もちゃんと説明したから、なんでこうするのか、うん、でなんで遠く立つのか、うん、全部説明して納得した上でやったから、もう1球目からナイスだ。要は頭の中を変えなきゃいけないじゃん、うんうんうん、ただこうやってやって遠く立っただけじゃナイスは出ないから、うん、へえ、そう、なんでかっていうことを説明すると動けるようになる人が多いのね、うん、はいはいはい、そうだ、ちゃんとそこまで言葉として説明できなかったらダメ、うん、145に回復したからね。すごいね、8番や15ヤードだよ。しかもお年がね、もう50過ぎよ、うんうんうん、でダイナミックゴールドの S200 だよ。それで8番で145、しかもマッスルバック、マッスル俺よりハード。ね、でも、うん、ちゃんとそこまで遠心力を使えて、うん、ボールポジションと適正ロフトで打てたら、うん、ちゃんと距離が出ますよ。そこでじゃあもうちょっと球の上がりと初速を上げたい、うん、っていうんだったら少しずつライトスペックにしていきますけど、うん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 、でも今の球で満足してるんだったらこの打ち方だったら変える必要ありませんねって言った、うんうん、そう、だからレッスンじゃなかったよね、そこまでは。そんな当たり前のことだった。そこまではただですって。
そこまでただそうの後処理をしただけ、うん、そう、あ、そっか、うん、そっからじゃあ1000円ばっかり1万8000円もらうから30分後からレッスンだから。あ、そう、そう、そっから例えばドライバー、うん、でその方の話していい、うん、ドライバーがアイアンはなかったんだけど、ドライバーがこうやって打っちゃう、あ、こうやって、はいはいはい、右に行っちゃう、うん、でドライバーとアイアンが違うスイングしてますよって言ったのね、うん、でアイアンは動き直してないから一切、うんうんうん、フェイスアングルとボールの距離直しただけだから、うんうんうん、で同じスイングしてたらドライバーまで同じに振ってくださいって言ったけど、うん、ドライバー振らしたらドライバーは違うスイングしてた、うん、うわーなんか難しくなってきたっていう今までね、うん、左に打ってることは簡単だったのに、うん、でナイスボール打ってた、でもドライバーになったら急になんか難しくなってきちゃって、うん、わけわかんなくなっちゃった、うん、それ自分で答え言ってますよって、うん、ドライバーがそんだけ難しいことやってんですよって、うん、だからそれを直さなきゃいけないから、うんうんうん、だから難しくなきゃ直らないって言ったの、うんうん、でどうなってるかやりますねっつって今の動きやったのこうやって、うんうん、そうだからインサイドから下ろすために何をやっちゃってるかってことなの、うん、それを直すのに胸の T 字をやったの、うん、はいはい、結局こうやってあげて、うん、胸そのまんまでこうやって振ってるわけよ、うんうんうん、だから右にまっすぐ行く、うんうんうん、それを胸のスピードでこうやってまっすぐ、うん、ヘッドを動かしてあげた、本気でその人ストレートしか出なくなっちゃう、それぐらいヘッドと肩の回転、胸の、うん、回転スピードっていうのが同調するってことは相当大事ってことをもっと理解しなきゃダメですよって言った、うん、で今どうですかって、ドライバーのフェイスアングルとボールとの距離だけでナイスボールずっと出てますよね、うん、初めてこれでアイアンと一緒だから同じことができるんですよって言った、うん、それぐらいドライバーが違ってた、でも本人知らなかったんだ、こうってなってる、はいはい、ループしてる、なってないと思ってたの、なってないと思ってた、わざとやってたんじゃなくて、同じスイングをしてると思ってたからなんでドライバーの方が難しいのって言ったの、なるほどね、動画見したアングリーお口、あ、そう、うん、分かってなかった自分でこうなってる、え、長いからそうなっちゃうの、そう、長くて捕まらないから、うんうん、こうやって捕まえようとした、あ、だインサイドから入れりゃ捕まるってもんじゃないんですよってこと言った、うんうん、だ実際にインサイドから打って右行ってんだよ、うんうんうん、フェースの問題だからっていう、ね、ことを説明して、うん、それをやったらね、もう本当に今までレッスン受けてきたのが何だったんですかって言ってた3ヶ月の高いお金払ってそれやばいよね、そうだ、逆に60万僕受け取りましょうかって、そうだね、ポール君と分けますからっつってそうだね、値上げです、次から1回60万です、間違いないです、いや本当そうよ、だって3ヶ月で60万でそれだったら、うん、うち1回で60万だね、治っちゃうんだからね、治っちゃう、だって同じことで、だって3ヶ月で治んないんだもん、なんでさ来てくれたんだろうね、動画見た、動画見ていいと思ったんだ、動画見ていいと思った、最初何言ってんのこの人って思ったらしい、あ、思うよね、そう、真逆しか言ってないから、そうだよね、うん、思うよね、それ逆じゃないよって、同じ方向理論は全部向いてんだよって前言ったよね俺ね、うん、動画で、うん、そう、合うか合わないかが、うんうん、ただその〇〇が逆だっつってやっぱ初めそう思うんだねみんな、うん、そう、今日の人もそうよ、なんでこの人逆言ってんだっていう感じなんだ、そう、そっからハマっちゃったギャップ萌えそうだねトルクが言ったね、俺がそうだから、そう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 なんだ、そう、なんでこの人右手って言うんだろうって感じなんだ、そう、なんで手打ちって言うんだろうって感じなんだ、そう、そうなの、でなんでバックスイング上げんなって言うの、本当だね、腰切るなって、そう、うん、下使うなってね、そう、意味分かんなかったらしい、そうだよね、そう、あれでしょ、わざと言ってるでしょ、 YouTube 見てみんなが言ってるから全部逆言ってやろうと思って言ってるでしょ、違います全部やってきたことでもそうなっちゃうよね、そうなっちゃう、絶対そうよね、だって絶対そうだね、うん、あの力めっつってんだから、そうそうだね、力抜けって言ってるよね、そうみんなね、俺多分ね本当に例えば力抜いて、うん、本当に成果が出てる人もいるだろうけども、うん、出てない人が多いと思うのね、うん、だからうちの動画にたどり着いちゃうんだと思うんだよね、そうだね、うん、たどり着かなかったら多分うまくいってる人だと思う、うん、ああそっか、あそっか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 、悩んで探すからそうたどり着くんだ、そう、ようこそ見っけちゃうの、うん、ようこそワンナップゴルフそう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 。
いいんですよ、いいんですよ。ここが入り口ですから、ゴルフで、ワンナップゴルフが完璧にできたら他の動画行ってください、はい、今日の人まさにそうだった。飛び級しすぎてた。さっきの最初の動画の内容もこれと一緒なんだけど、うん、そう、なんで自分がそれをやってるかが分かんない、うん、いいって言われたからやってるっていう人は多いの、うん、そうだけど、そのちゃんとした理由を説明できる人はいない。できた結果が分かんない。なんでできたのか、どうなってこうなったからあのナイスボールが出たって分かんない。それが分かるようになってからやりなさいよってこと。そうです、絶対です。それは本当にゴルフって理論を入れると難しいんです、うん、ただ難しいんですけど、やり遂げたというか成功した時にはやっぱりその理論は理論でご褒美はあるんですけども、本当にそれが自分で必要だったかということと、コースで一発のチャンスでそれができるかどうかの確認をすることもすごく大事なんで、それは練習場で一発だけこうやって置いて、これを一番手だけ抜いてすぐこれができないと、やっぱコースで出る確率は少ないので、そのチェックも大事だと思います。で今回も答え分かった。答えなんですか。その理論をやるのに、自分がそのレベルまで来てればっていうのの答えが、最初ゼロにちゃんと戻ってんのか戻ってないのかが分かんなかったら何もできないってことでしょ。はあ、なんとかゼロってありましたよね。そのなんとかゼロの話。さすが海の海、名付けね、名付けの親ですね。産んではない、産んだのは平井君、俺は名付けただけだ。そうだそうだそうだ。え、そういうことじゃないの。間違いないでございます。だからそれが分かんないんだったらどんな理論もできないってことね。だって戻ってきてるかどうか分かんないんだから。分かんないんだよ。そう、クラブを感じてなかったら無理なんです。さっき言ったブルルンも感じなかったら無理です。話になんないっていうか。そう、でもそれできたらもう割と70代とか出てるんで。そうで、そうそうなの。そこつなげていい、うん、でそれができて70代ができてたら理論いらないから、うんうん、意味がないんだ。そういらないって分かってるから、もうそこまで来たら。そう、そこまで来ないと必要か必要じゃないかがほぼ分からない。あ、そういうことか。だから入れちゃうんだ、分かんないうちに。そう、じゃあしょうがないっちゃしょうがない。そうなっちゃうかな。なっちゃうね。なっちゃうよね。そう、一人だと。そうだよね。いや難しいね。でもなんかそれ一回でもその、うん、うちのレッスン来れば全否定するんで大丈夫です。そうだね。そう、まだ早い。はい、いつまで経ってもまだ部屋しか言われない。間違いない、うん、あれかプロテスト通ってなんかレギュラーツアーとか出だしたらいいよって言い始めるの。そうだね。その代わり自己責任でってなっちゃう。それでもね。それでもなお。そう、あ、そっか、プロでもうまくいかないときあったからね、レギュラーツアー出てる人もね。そうで、俺より上の、うん、だから 24K とかじゃないと、うん、そういうプロをつけないと、うん、レッスンプロね、うんうんうん、ダメ。コーチング、うん、自分じゃ分かんないから。そうだね。そう、プロでもね。そうだよね。そうだからほぼほぼ一生ないと思った方が。そうだね。で今日の方なんかは、うん、全部剥いできて、うん、剥ぎきれないところを剥いでくれって言ってきた人。うん、あ、そうなの。そう、え、すごいね。すごいでしょ。だからその人も、うん、こうやってやるの、うん、こうやって。そう、それを剥ぎに来たの。分かってらっしゃる。そうで確信を得て帰ったの。よかった、ね、いらない、いらなかったって。いらなかったって分かったんだ。分かった。あ、それね。そう、そう、これを剥いで帰った。帰った、はい、よかった。ちゃんと抜けてその場で次回の予約をしていっていただきましたって。次はって言われたから。あ、気に入っていただけたんだなと思って。あ、そうだね、本当ありがとうございますって、うん、そう、だそういう大事なことっていうのをレッスンでは言えますんで、うん、そうです。 YouTube じゃちょっとね、言いたくないとかじゃなくて、うん、そう、伝えづらいよね、うん、本当にレッスンに来た方だけにお伝えしております。そういうレッスンをやっておりますので、今後もよろしくお願いいたします。気に入っていただけたら、これはあれサロンだったっけ。いや、 YouTube で、はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、ラウンドレッスン先行予約、
あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。